今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは多重人格と報じられた芸能人でございます。いろんな人格がある人ってことよね。芸能人にもそういう人がいるってことかしら。一口に芸能人って言ってもかなりの人数がいるからな。タレント、歌手、お笑い芸人と芸能人も様々です。今回はその中から5人紹介していきます。では早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。ちょっと思ったのだけど、芸風が粗暴でも実生活ではとっても優しいとかよく聞く話じゃない？そういう意味では芸能人ってみんな多重人格なんじゃないの？それを言ってしまうと、会社にいる時と会社を出てからで態度が違う人なんて5万といるだろ。多重人格っていうのはそういうことじゃないんだ。多重人格とは、乖離性同一性障害を持っているということを意味します。何それ？乖離性同一性障害とは、一人の人間の中に何人もの異なる性格を持つ人格が現れてしまう症状を言います。性格だけじゃなく、性別や文字の書き方、ファッションや食べ物の好みが全然違うこともあるぜ。へえ、一人の人間の中で性別まで違ったりすることもあるのね。どうしてそんなことになるのかしら。その人の適応できる範囲をはるかに上回る激しい苦痛を受け、その経験を自分ではない人格に肩代わりさせたり、トラウマによって自分の中に新しい人格が生まれてくると言われています。激しい苦痛？幼少期に受けた虐待、親など近しい人の死なんかが該当するな。もちろんそれ以外にも発症する可能性はあるんだぜ。自分一人でどうしようもない経験を、人を増やして対処するってことかしら？そのような理解で概ね問題ありません。今回紹介する人たちは週刊誌で報じられたり、自ら公表したりと様々です。あくまで噂の人もいるってことか。最初に紹介するのは、沢尻エリカさんです。いろんなドラマで活躍していた女優さんね。1リットルの涙が代表的な作品だったわ。最近麻薬取締法違反で逮捕されてしまったな。薬物が原因で人格が分裂してしまったということなのか？いえ、沢尻さんが多重人格を疑われたのはもう少し前のことです。2012年に上映された映画ヘルタースケルターに出演したことがきっかけではないかと言われています。すると、撮影の時にとんでもないストレスを受けてしまったんだな。いえ、そうではありません。問題は沢尻さんが演じたリリコというキャラにあります。あの映画って、確か骨格は綺麗だったけど肥満だった女性が、全身を作り変える危険な美容整形を受けてトップモデルとして活躍するお話だったわよね。主人公であるリリコは、非常に強いストレスを受けて徐々に精神にダメージが蓄積、最終的に崩壊してしまうキャラクターなのですが、沢尻さんはこのキャラクターが憑依してしまったのです。憑依なんて実生活で聞くことあんまりないぜ。撮影期間中にはバーで泥酔、猫なで声で一般客におごってとおねだり、いざ一杯おごってもらっても、何も言わず、お酒の入ったグラスをじっと見つめる姿が目撃されています。ただならない雰囲気だったでしょうね。実際に目撃した人は気味悪がり、これは多重人格に近い症状とされ、実際にドクターストップがかかったとされています。沢尻さんは役にとっても集中することで有名よね。撮影が終わったらしばらく休暇を取って役落としをしないと、次の撮影に入れないほどの集中ぶりだったって聞いたわ。重たい役をこなした反動が来てしまったのか。当時の監督は、現場での彼女は、リリコそのものでした。と評するほどだったので、相当役にのめり込んだと言えるでしょう。じゃあその後の復帰は大変だったんじゃないか？沢尻さんはその後、2013年にドラマ時計屋の娘、翌年にはファーストクラスに出演しているので大事にはならなかったようです。病気になってずっと引きずったりしなかったのは良かったわ。逮捕されたことで今は芸能界を引退しているが、今後は穏やかに生活してくれることを祈りたいものだぜ。次に紹介するのは元ジャニーズの山口達也さんです。女子高生に対する強制わいせつや、酒気帯び運転などで連日たくさん報道されていたよな。彼が所属していたアイドルグループ TOKIO は好感度もとても高くて人気だったから、本当に衝撃的だったわよね。まさかそれが多重人格によるものだったっていうのか？全てがそうだというわけではありません。しかし、2020年9月に起こした酒気帯び運転で、基準値の5倍の酒気を帯びていた山口さんは、当初警察に、酒が残っている自覚があったと話していました。それだけ飲んでいたなら、そりゃ自覚はあって当然だとも思うわね。ですが、その後検察の取り調べに対しては、酒が残っているという自覚はなかったと話しているのです。
そんなの、刑罰が軽くなるようにするために供述を変えたとするのが普通だと思うが。確かに通常であればそう考えるのが普通でしょう。しかし、山口さんをよく知る人物は、彼が乖離性同一性障害を抱えているのではないかというのです。何かそれを感じさせるエピソードがあるってことね。はい。関係者によると、打ち合わせの際にスタッフの提案にうなずいて聞くだけだったのが、次の打ち合わせでは積極的に意見してくる。でも、その時前回の打ち合わせのことは覚えていなかったのです。人格が入れ替わった時に記憶を共有していないっていうケースもあるし、可能性がないとも言い切れないのか？お酒の飲みすぎで忘れちゃったんじゃないの？記憶を失うほど飲んでいたならさすがにスタッフが気づくだろう。山口さんはその後心療内科に入院。入院の目的はアルコール依存症の疑いを持たれているからですが、そう状態とうつ状態を繰り返す双極性障害や乖離性同一障害を抱えている可能性も高いと言われています。確定した情報じゃないけど、いろんな証言を聞くとそうである可能性を否定できないってことなのね。真実がどうであるにせよ、まずはしっかりと抱えているものを治療しなくてはいけないな。やってしまったことは消えないけれど、しっかり健康を取り戻して新しい活動をしてほしいと思っている人も多いと思うわ。3人目の紹介となるのが、女性芸人の黒沢和子さんです。お笑いユニット森三中のリーダーで、長く人気を保っている有名芸人じゃない。明るい性格に見えるし、そういう事情を抱えているようには全く見えないぜ。表面上は明るく問題なさそうでも、何かしら悩みを抱えている人は多いものです。黒沢さんはロンドンハーツやホンマでっかなど複数の番組で多重人格を告白しています。自ら告白したってことは事実である可能性は高そうよね。黒沢さんは2010年1月に放送されたバラエティロンドンハーツの人気コーナー、格付けし合う女たちで初めて自身が多重人格であることを告白しました。自覚があるタイプの多重人格なのか。黒沢さんは自身の他の人格である11歳のクーちゃん、17歳のクロちゃん、33歳のクロさんの存在を公表。それ以外にも何人かの人格があるとも言っています。かなり多くの人格を持っているのね。2011年11月に放送された情報トークバラエティホンマでっか TV では、最近地球が歪んで見える。もう一人の人格はそれを理解しているけど、もう一人が理解していないんです。なんでみんな気づかないんだろう。と多重人格以外にも幻覚体験を告白しており、これには同番組に出演していた心理学の先生も、もういいです、とさじを投げてしまうほど深刻なものでした。かなり大事じゃないか。なんでそんなことになってしまったんだ？黒沢さんのご両親はパチンコが生活の中心というほどのパチンコ好きで、ご両親が経営している食堂喫茶店が空いている時間もかなり短かったと言われています。確かに子供にとってはちょっと過酷な環境かもしれないけど、それが原因だったということ？黒沢の家はいつ営業しているのか、と疑問に思った同級生たちは黒沢さんに、準備中というあだ名をつけてからかったりしました。また、ご両親には多忙を理由に朝食を用意してもらえなかったそうです。育ち盛りに朝食なしは良くないぜ。黒沢さんが朝ごはんの存在を知ったのはなんと中学2年生の時のことでした。ご両親にそのことを話すとなんとバレた？と返ってきたのです。それはさすがにあんまりだと思うわ。一人っ子だった黒沢さんは遊び相手もあまりおらず、言葉などをきっかけはテレビからだったほど、一人で過ごしている間はほとんどテレビを見るか妄想をして過ごしていたと言います。やっぱり子供の頃にどんな経験をしたのかは、人格形成に大きな影響を与えることを分からされるエピソードだぜ。近くにこのことを知っている人はいたのかしら？例えば同じ森三中のメンバーとか。森三中に所属している村上智子さんとは一緒に生活していた時期があり、その時に黒沢さんが別の人格に入れ替わっているのを目撃しています。しかし触れてはいけないと判断して話しかけはしなかったようですね。ちょっと冷たくない？いや、そうとも言い切れないぜ。症状を理解しないまま接してもお互いにとって良いことはないし、打ち明けられていないなら、そっとしておくのも一つの選択肢だ。黒沢さんは同じ女性芸人の、伊藤麻子さんの前では別の人格を出せる、と話しています。少なくとも相談できない相手がいないってわけではないのね。ご両親との関係はどうなのかしら？黒沢さんのお母様がテレビに出演されたこともありますし、親子関係が悪いということはなさそうです。徐々にでも症状が回復していくといいな。4人目に紹介するのは、メリーメリーマリーのボーカルとして活動、カリスマ女性ボーカリストとして人気を博したマリアさんです。Gボランのボーカルである森友嵐さんの、元奥さんとしても有名だったわよね。
2004年に集団で命を絶ってしまった男女7人の中に、彼女もいたことでも大きな反響を呼んだよな。マリアさんは12人もの別人格を抱えており、マリアさん自身もそれらの人格の代弁者であったと言います。マリアさんが多重人格になったのは何が原因だったの？マリアさんは8歳の頃、実の父親から性的虐待を受けたことが原因で、新たな人格が生まれたと言います。やっぱり子供の頃のトラウマはかなり大きな影響を与えるんだな。確か森友さんと結婚してから離婚まで半年くらいしか期間がなかったわよね。それもやっぱり人格をたくさん抱えていたことが原因だったのかしら？結婚後すぐに生まれた子に対しての虐待や、ドヤを起こすなどの行動が目立つようになりました。これがマリアさんではなく、別の人格と入れ替わった際の行動である可能性は高そうです。確か離婚したのと同時期に森友さんが心因性の失声症を患って、T ボランも解散になったよな。原因は不明とされていたが、結婚生活が原因と考えるのも不自然な話ではないな。離婚後マリアさんはどうなったのかしら？マリアさんは多重人格の治療を受けこれを克服しました。2003年に再婚し子供も授かっていますが、なんとこの再婚相手に DV を受けて多重人格を再発してしまいました。本当にいたたまれない気持ちになるわ。そして2004年10月に命を絶ってしまいました。苦しい人生だったけど、少しでも幸せな時間があったと思いたいぜ。最後の紹介となるのが、シンガーソングライターとして活躍していた安葉さんです。もう離婚しているけど、落語家の春風亭小朝さんの妻だったわね。2018年にマネージャーへの脅迫が原因で、罰金刑に処されてニュースになったな。安葉さんはこの年の7月30日にブログにて、自身が PTSD によって精神障害を患ったと発表しました。過去に何か辛いことがあったのね。しかし、それから少しして、皆さんに見守っていただき私の心は全開した、と宣言するも、さらに少し時間が経つともう一人自分がいる多重人格であることを示唆しました。心の傷っていうのは本当に厄介なものだぜ。しかし、この3つの記事の投稿の時間は4時間もなく、安葉さんが芸能界の引退宣言と撤回を繰り返していたこともあり、多くの人は相手にしませんでした。本当かどうかはともかく、信じてもらえなかったってことなの？そうですね。これに対してネットのユーザーも、今度は二重人格か。前回って言ってないで本当に病院に行ったらいいのに。何がしたいの？と冷ややかな声が多かったのです。精神の病気は見た目に現れないからな。それでいてとても大変なものというくらいの認識でいる人が多いから同情も集めやすい。中には悪用する人もいるから疑いの目もかけられやすいんだ。安葉さんは2019年12月にもブログで、自身が7人からなる多重人格であることを公表しており、2021年1月にはまた双極性障害と診断されたことを公表しています。精神疾患は当事者にならないとわからないことも多いわ。だから正直、この人の何を信じていいかわからないと思う人もたくさんいるのよね。以上で多重人格と報じられた芸能人の紹介を終わります。いかがでしたか？役にのめり込んで似たような症状になったり、ユーザーの憶測だったり、心技不明だったりと、いろいろなタイプがあるんだな。きっかけやその後も様々だったわ。やっぱり治療は難しいのかしら？多重人格は薬物治療をはじめとした治療法がありますが、自身が消えてしまうことを恐れた人格によって治療を阻止されてしまうこともしばしばで、治療は難しいとも言われています。元は自分の心を守るために生まれた存在だから、そう思うと消してしまうのも心苦しい気がするわね。ゴールは人格の統合だが、それが難しい時は、人格同士に協調性を持たせることを目標とすることもある。とにかく、穏やかな結果になることを目指すことなんだ。私もそういう病気を持つ人に出会うことがあるかもしれないし、正しい接し方ができるように知識をつけておきたいわ。多重人格というのはなかなか厄介な疾患です。ああ、でも必ずしも他人事ではないことは知っておくといいかもしれないですね。それでは本日も閉店させていただきます。ミルでした。